やあ、刹那圭介だよ。私とあいつの24時間戦争、今回は第7話。今回はね、なんでもレスリング先輩こと表優子先輩が主人公になるらしいです。メインらしいですね。どんな内容かって言ったら、まあ、説明するもめんどくさいからやっちゃうよ。けど前回の話、最後ちらっとレスリング先輩がりょうのことを見かけたところで終わったよな。あれのちょっと続きみたいなところかな。空気を読みすぎるのが現代っ子の特徴だとどこかの偉い人が言っていたけれど、逆に昔の人はどれだけ無神経だったんだと思う。そんなに現代っ子を空気読みすぎるようなイメージないけどな。自分のことだけ考えて生きていたら嫌われてはぶられる。私たちは当たり前のことをただ当たり前にやっているだけ。もうちょいさ、歩道側歩いた方がいいよ。車走ってきたらちょっと当たっちゃうよ、レスリング先輩。だから私はりょうくんとしおりちゃんの間にもかすみちゃんの間にも割り込まない。いつかきっと来る私の順番が。その時までは自分を押し殺してただ空気を読むのだ。ああ、そういう話か。あ、ここでりょうくんを。りょうくん、さっき別の道で帰ってたはずなのに、なんであのところに。多分この別の道で帰ってたってところが、あの第6話のラストのチラッと見かけたところなんだろうな。そういうとこから始まります。今追いかけたら二人きりで話すことができる。レスリング先輩行け、突っ込め。レスリングの試合でも突っ込むときは突っ込まなあかんだろう。寮についていく、ついていくっていうか半分ストーカーのような気がしますけど、まあそれはいいんじゃ。恋愛これぐらいちょっと積極的にいかなあかんわ。上へ登っていたのかな。上の山の上へ登っていく。いや、それにしたってなんでこのところにりょうくんがおるんだろうって話になるし、そしてレスリング先輩が言っていたあの時見かけたのになんでこんなところにいるのっていう、そのセリフも気になるところではありますが、今はとりなんかすごいちょっと気になるもんあった、気になるもんあった今。ああ、席火とかいうすごい気になるもんあった。今の調べなかった。こっちだろうなーって普通に道筋で乗っていた俺はバカだった。すっごい気になるもんあった。ああもういいや、しょうがないわ。いない、どこに行ったんだろう。え、俺が操作してん。あ、俺が操作してんじゃ。せや、再生いくら入ってるかの。ほひひひひ、こっちか。おった。おお、眺めが良さそうなところ。りょうくん、こんなところで何してるの。わあ、目つきからおかしいね。いや、目つきは最初から悪かったけどさ、それにしたって目がさ、なんか、シャリンガンみたいになってる。シャリンガン、うちは一族だったん。うちは寮だったん、もしかして。里を抜け出したけ、今は、芝寮やけどさ。しかも、ハテナってついたもんな。あ、いや、たまたまここに入っていくの見かけたから、気になってついてきちゃったの。あ、いい場所だね。ここ来るの、私、初め。俺だけの秘密の場所だったんだ。でも君にバレた。え、君、ああ一人だけの特別の場所だったのか、ごめん。おーっと、詰め寄られて、ちょっといい。レスリング先輩の頭の中はちょっとこんがらがっておりますね。わあ、後ろ壁じゃないけど壁ドン的な感じだったんだろうな今のは。別にこれからは俺と君の秘密の場所だ。秘密の共有とか言われたらさ、恋をしている女の子にはたまりませんよこれ。あ、え、あ、それは、その、ここは静かで
誰も来ないし、雰囲気もあっていい。そうだね。とてもいい場所、いい場所だと思う。ごめん。今の感なのは多分、優子先輩が、レスリング先輩がすごいちょっと気持ちの整理がついてないっていう、そういうことにしておいてください。言い訳。俺は毎日、放課後ここで来ている。よければ、これからは君も来てくれ。え？いいの？もちろん。ただし、他の人には言わないで。俺と君の二人だけの秘密だから。やめて、秘密って！二人だけの秘密ってさ、恋する乙女に聞かせたらもう発狂して、あーってなるからね。わ、乙女の純情な心を持て余そうとしてるな、この偽物。うん、わかった。落ちちゃう。それじゃあ今日はもう帰るから。また明日。うん、また明日。わ、この偽物、悪いやっちゃ、レスリング先輩に脈ありなんじゃないのっていう頭の中の毒ブロックを働かせたね。もしかしたけどって働かせたな、頭の中の毒ブロックに。どうしよう、やばいよ、やばい、やばすぎて、ゆうこ先輩が出川哲朗みたいになったのよ。ついに来たんだ、私の順番が。ベーケの女。ああ、しおりちゃん。やる気満々みたいじゃん。めちゃくちゃ悪い顔してる。だけど。りょうの顔でそんなこと二度と言うんじゃねえ。殺すぞ。え？次、私に立てついたら、お前から殺す。お前がどうしてもと頭を下げてきたから、同行を許可したんだぞ。忘れるな。あ？処理ちゃん、偽物って分かっとるんはいいけどさ、分かっていながら一緒に来たって感じ？なぜ？お前だった！いつぞや処理ちゃんと一緒におった鶏やお前。お前の平気で嘘をつけるところは高く買っている。いい加減この男への未練を早く捨てることだ。私とあいつの24時間戦争。いや、もはやさ、私とあいつの24時間戦争の話なくなったもん。あの二人の24時間戦争の話なくなり始めとうからな、もう。翌日。あ、出てきた。ようやく主人公出てきました。何やこれ。くぁー、なんなんだこの感じは。あ、まさかこれ。え、何の教室これ。あ、これ特別進学なんちゃらってとこじゃなかったっけ。第3話でできた。で、まあしょっちゅう、いつも通うようにやるけど、寮のことを意識し始めてからはこんな感じですみたいな感じか。うわぁ、かすみちゃん青春してるなお前。スッと入っていつも通り問題を解けばいいじゃんか。何を気にしてんだ私は。あー、そうか、多分これあれなんだろうな。第6話の次の日やけんさ、しおりちゃんとカフェで話して自分の心にちょっと正直になり始めたけん、こんな感じになったんだろうな。おお、いいね、いいね。ういういしいな。こんな恋愛が俺もしたかったな。気にするな、気にしたら負けだ。私は私だ。あ、赤いちゃんもおる。失礼するぜ。でさあ、加藤先生がまた変なこと言っててさ。ふん。あれ？なんだよ、楽しそうに会話して。なんかこっちの方が雰囲気良かった感がある。かすみちゃん、やばいぞ、やばい、かすみちゃん。あ、すみちゃん、やっと来たー。まだ今日の問題来てないから待機だってさ。いや、お前、お前も受けるつもりなの？お前自分の偏差値考えたことある？あ、あれ？よう見たらあかりちゃんってこんな感じなんじゃ、立ち絵。こう見たらやっぱりメガネかけてるかけてないぐらいの差しかないんやな、立ち絵。あ、そう、了解。なあ、
この前の問題解き方なんだけど。なんだ急に。おっと心拍数が急上がりしましたね今。ちょっと800m 走を走った後の心拍数になったでしょ今頃。え、急にも何も、どうしたお前。え、いや、何にもない。顔すらもともに見れんぞ。落ち着け落ち着け。普通通りに振る舞えばいい。こいつを男だって意識するからダメなんだ。普段通り普段通り。こで、なんだって。俺に何か聞きたいんだって。俺何それ、スミちゃんの新しいギャグ、面白い。パクっていい。普通じゃねえ。あー、落ち着こうとすればするほど絡まって絡まわってしまう。末期症状、恋愛末期症状、どうすれば治るんでしょうね。これは恋って病ですよね。うるせえ。で、何の用だって聞いてんだよ藤井。起きたレスリング先輩、問題持ってきたよ。あ、ゆうこさんだ。聞いてくださいよ。すみちゃんがまた新しいギャグ始めて。お前は黙ってろ。はは、そうなの？どんなのどんなの？突然顔色だいぶ変わったな、あんた。あんたも恋の病に侵されて始めてるではないな。侵されすぎなんだよ。え、今は何？謎のアイコンタクト。あ、この後、また、二人で会おうね、みたいな感じか。ちょっと、りょうくんにも、ちょっと、届いた感じがする。この、顔のあからめ方。今日も俺の方が先に解いて帰るからな。もう、解いちゃうもんね。まだ、俺が抜けてないわ。スイちゃんに俺は会わないよ。ゆうこ先輩。もう3日寝れてないみたいな顔になってる。恋愛でやりすぎると怖いですね。一体何がどうなってんだ。こんな時は精神科へどうぞ。放課後。来た、二人っきりの時間だよ。りょうくん。ああ、調べられる。こっちの怪しげないし、調べられる。調べても何も出ません。もう来てるかな。もう脈ありって感じ。あんなことを二人きりの時間を過ごそうみたいな感じで言う、捉えてもおかしくないもん。恋する乙女だもの。レスリングだけが恋人だった私にもようやく男の彼氏ができそうな予感。そう、私の順番が回ってきたのです。ハートがめっちゃ出てる。今回ハートがめっちゃ出てる。もう来てたんだね。私放課後すぐに急いできたのに。水根かすみ。かすみちゃんがどうかしたの。今日のかすみちゃんちょっと変だったね。いや、あんたと同じようなもんだったよ。理由はあんたと同じだよ。そう、変なんだ。これまでにも散々振り回されてきた。あいつさえいなければ俺の高校生活はもう少し変わっていたかもしれない。あはは、そこまで言ってあげないでよ。でもそこまでりょうくんが思ってたなんてちょっとびっくりだな。でも、その、言いづらいかもしれないけど、嫌なことは嫌だって言った方がいいよ。あまり無理しないで。ありがとう。優子は優しいな。そんなこと。ありがとうは優子って呼び捨ててたことをちょっとスルーしてる。もうちょっとさ、優しいなってことで、優しいな、優しいなって、多分心の中で響いております。優しいなって言葉が。なぜ感謝した？
俺は感謝こそすれ、感謝されるようなことはしてない。うん、こっちの話。私はお話ができるだけで幸せだから。口に出すとかなり気持ちが軽くなった。やっぱり優子にここを知られてよかった。優子は優しいから何でも話してしまうな。そんなこと、うれしすぎてちょっと声がかすみちゃん寄りになっております。なぜ泣く？悲しませることを言ったか？違うの。これは嬉しくて。やばい、これは片思いしていた男の子に逆に告白された時の感じのやつや。そうか、それはよかった。この感じは中学の時、しおりと仲良くしていた時以来だ。しおりちゃん。そうだ、ライバルはまだ消えているわけではない。今でもしおりちゃんはりょうくんの心の中に深く残っているんだろうか。気になる。でも聞かない方が私は幸せなままでいられるかもしれない。そうやな、聞いた方がちょっと自分にショックが入るかもしれない。しかしそのショックを乗り越えてこそガンガン行って、それで掴み取るのが結婚という道だ。ようわからんけど。あ、俺が決めていい？これ父親のことが忘れられないかどうか。え、俺が決めていい？マジかー。これまでのレスリング先輩だったら聞かないを選ぶとこなんだろうな。けどさ、もうここまで来たからにはさ、ちょっと聞くでさ、玉砕覚悟で行ってみようぜ。行ってみようかどう？うん、ここでさ、聞いてさ、これ以上積極的にいかな。うん、レスリング先輩のちょっと弱点はさ、消極的なところなんよ。ここをちょっと積極的に行って。ねえ。その、今でもしおりちゃんのこと、今でもしおりちゃんのことを気になったりするのかなって。どうだろう。残っているかもしれないし、残っていないかもしれない。ただ。ただ？今、俺の前に、そばにいてくれているのは、優子、君なんだよ。ガー両夫がすごいキザな話になってる。お前、そんなことをして許されるのは、お前、ホストクラブの紳士だけだぞ、お前。りょうくん、なんか変なこと聞いて、ごめんね。今日はありがとう。また明日も、俺の話を聞いてくれると嬉しい。うん、私、りょうくんの力になりたい。だから、その、うん。また明日。また積極的に行かない。うーんじゃないんだよ、もう。もう一言さ、言って。自分の気持ちを伝えてさ、積極的に行かない、ゆうこ先輩。ああ！問題に集中しろ、私！なんで藤ばっかりが気になってたんだよ。こっちもこっちで大変そうだ。ふう、終わった。嘘。え、前全然進んでねえじゃん。何してたんだよ。うるせえ。俺には俺のペースがあるんだよ。黙っとけ。まだ治ってないな。これは王を引くぞ。違う、こんなことが言いたいわけじゃなくて。ほう、お前何切れてんの。お、俺に文句あんのか。エイズでもやってんだぜ。やってやんぜ。あーん、なんで素直にものが言えないんだよ。イライライする。これが恋の病の一部なのかもしれません。その口調も意味不明だしよ。まあいいや、勝手にやってな。で、逃げんじゃねえよ。まだ俺の話は終わってねえだろうか、ボケが。ああ。かすみちゃん、一旦落ち着。てめえ、マジで何なんだよ。黙って聞いてりゃ言いたい放題言いやがって。
切れた。聞いてやるよ、ほら言えよ。言い過ぎ。これは確かに言い過ぎた。ちょ、二人とも落ち着いて。何なんだよ、言えねえのか。だったら、ヘイ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 、落ち着きたまえよ、ボーイ&ガール。どっから見てた、お前。タイミングよく出てきやがって。お前どっからか見てただろ、お前。ほら、かすみちゃん、こっち来て。一旦外に出ようね。先輩はそっちの系で、そっちのでけえの頼ます。あ、うん。おい、逃げんのか。調子なんじゃねえぞ。あ、しおりちゃんはどういう感じで連れ出したかな、かすみちゃんのこと。なんかさ、毎度毎度この泣き顔不謹慎やけどさ、ちょっとツボに来るっていうかさ、ちょっと、シュールな感じがするよね。ごめんな、かすみちゃん。大丈夫大丈夫、一旦落ち着こうね。大丈夫。甲子園のサイレンみたいだね。おうおう、ガチ泣きっすね。いやー、こりゃ大変だ。本当に幸せな悩みで喧嘩するな。いいな、羨ましいな。わあ、お前、裏のしおりちゃん出てきたよ、お前。後ろからなんか来たし。ああ、はいはい、お好きにどうぞ。ああ、おお、よしよし、大丈夫大丈夫、すぐに私が楽にしてあげるからね。黒いぞ、何かがあるぞ、黒いぞ。そしてまた二人きりの時間が始まる。リオくん、そのえ、あ、いきなり抱きついてもちょっと。大体やってる。この偽物、とことんレスリング先輩の純情な感情をもてあそぼうとしてるっていうか、利用しようとしてるのか。純情な感情は空回り。俺はどうしたらいいんだ。あいつさえ、かすみさえいなければ俺はこんな苦しい思いをすることはなかったはずだ。りょうくん、ゆうこ、俺には君だけが頼りだ。君だけはいつまでも俺のそばにいてくれるか。りょうくん、それって、いやー、どうしてもそういう方向につながっていくよ。片思いの相手にそんなこと言われちゃったら、はいとしか言いようがないよ。もう明日学校にも行きたくないほど苦しいんだ。あいつに対する苦しみもこれまでは耐えてきたが、もう限界だ。それはダメ、お願い、どうしたらいい。私にできることがあったら何でも言って。私、りょうくんの力になりたいの。何でもやってくれるのか。うん、私、りょうくんのためなら何だってする。これまではやりたくてもできなかった、でも今はできるんだもん。だったらやりたい、りょうくんが私のすべてだから。マジっすか、頭の中はりょうくんで埋め尽くされてますか。りょうくん、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 りょうくん。そうか、悪い顔してる。偽物もそうで、心は掌握しきったなっていう悪い顔してる。わあ、乙女の純情な感情を利用している顔だ。わかるぞ、俺にはわかるぞ。りょうくん、さすがにちょっと怪しいと思い始めた。だったら頼む、ゆうこ、水根かすみを殺してくれ。何？ああ、水根かすみが俺を苦しめる。
ミズネさえいなければ俺は自由になれるんだ。だからユウコ、俺の可愛いユウコ、ミズネイカスミを殺せ。やめて、ギアスをかけたみたいな感じで言うのやめて。わあ、ギアスかかった、ギアスかかったこれルルーシュ・ランペルージュじゃあるまいし。ユウコ先輩、その目つきなんなお前、その目つきよお前。金色のガッシュベルに出てくるキャラクターのポケシーンみたいなポカンとした顔、目つきみたいなやめてよお前。やめてよ。わかった、任せて、りょうくん。え、これも恋の力なん、これも恋の力なん。さらっとさ、横から迫り寄ってくるレスリング先輩怖いんですけど、この流れから来たらいきなりナイフとか取り出して死んでかすみちゃんみたいな感じでさ、突き刺してきそうで怖いんやけど。今日もどこか寄って帰る？いいね。あー、でも勉強もしたいしな。かすみちゃん一緒に帰ろう。まだその目つきなんだ。あ、ゆうこさんごめんなさい、今どうしようか考えてて。いいじゃない、私と一緒に帰るの嫌かな。いや、そういうわけじゃ。処理ちゃんは気づいておる。だったら一緒に帰ろうね。あ、ごめん、今日用事あるのすっかり忘れてた。私先に帰るね、かすみちゃん。今日は先輩と一緒に帰ってくれる？あ、うん、わかった。いきなりそんな感じで聞き出して、気づいた、気づいたっていうか、二人っきレスリング先輩、かっこ催眠されたレスリング先輩にとうまく二人きりさせるように仕向けたな。じゃあ行こっか。実は今日付き合ってほしい場所があるんだけど、いいかな。あ、はい、わかりました。どこですか？スポーツジム。え、どこでもいいでしょ。何その言い方何その顔でどこでもいいでしょって言われたらさ、すっごいなんかシュールですねえ、そう、そうですね。そうなのか、本当にそうですねって思って、そうですねって言ってるパターンなんですかそれは。どうしたんだろう、いつもの雰囲気が違う。ここを上で登るの少し急だから気をつけてね。すごいな、この階段の急さ。私も中学生の時、バスケ部の練習でここを登ったり下ったりしてたんだ。いいでしょ、ここ静かだし誰も来ないんだ。確かになんかそれっぽい雰囲気ありますね。私結構好きかもです。なんかやばいな、殺せってもしかしてここから突き落として殺そうとしてるんじゃないだろうか。やめて、なんか火曜サスペンス劇場の雰囲気が流れて始めている。私も最近見つけたばかりなの。ところでさ、最近どう？え、急に？あ、いや、すいません。気を使ってくれてありがとうございます。うん、全然気にしないで。自分の気持ちが分かんなくて、自分でもコントロールできなくなっちゃってて、後で思い返したら八つ当たりみたいだったなって。そういう時もあるんよな。恋ですからね。初めての恋ですからね、自分の気持ちの整理っていうのはなかなかつかない。自分のことを自分が一番知ってるって言いながらも、実は自分でもよくわからないことってある。それが心というもの。りょうくん、すごく辛そうだった。やめて、背後に回るのやめて。ちょっと背中を向けてるとか言え、ちょっと背中を見せるはちょっと怖いぞ、この時のゆうこ先輩はい、申し訳ないことしたなって。そうだね、思えば2人と初めて出会った時から2人は喧嘩してたよね。でもあの時のと昨日のは全く別で。そうかな、りょうくんはずっと苦しんでるって言ってたわ。あ、やばい、ちょっと一種の洗脳状態じゃ。言ってた？そう、彼はこの半年の間ずっとあなたに苦しんできた。あなたがいなければもっと穏やかに
日々を過ごせたんじゃないかって。あいつがそんなことを言うわけ。私は毎日放課後ここでりょうくんとお話をしているの。もう彼の苦しむ姿なんて見たくない。そのためにはね、わかるでしょ。わあちょちょっと横さん、それナイフやっぱりおかしいよ。かすみちゃんのその顔もおかしいよ。かすみちゃんとガチの顔すごい、ちょっとシリアスなシーンなのに笑ってまうやろお前。もうちょいした、もうちょいなかったん、他にもうちょいマシな顔なかったんだろうか。おかしいのはあなたの方よかすみちゃん。あなたがいたらりょうくんが不幸になる。ヤンデレモード、タイミングよく避けろ。そんな俺任せな、やめて、ゲーム俺の任せにするのやめろ。タイミングよくって何。どのボタン押せばよいか分からんで、その前にここえ、あクリックしようか、クリックした、よく、あっかすってる、かすってる、かすってる、血出てる、かすってる、かすってるからお前。このまま下まで落ちて死んでしまえばりょうくんはきっと喜んでくれる。痛い、痛いよゆうこさん、やめて、お願い、フジ助けて。お前があんなこと言うわけない。そうだよな、多分これ偽物だよね。フジなんとか言えよ。おい、ふふふ、これが現実なのよかすみちゃん。残念だけどこうするしかないの。じゃあな、見ずねかすみ。お、お前りょうじゃない、お前は一体。さようならかすみちゃん。うわーた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 ー、シャリにならんやつや、お前。りょうくん、私やったよ。ああよくやってくれた。これでやっとりょうくんは自由になれる。これからは私と二人で。え、よくやってくれた表優子、もうお前は必要ない。これはどういう。ありがとう優子、私はお前のようなバカな女が大好きだ。りょうくん、りょうくん、地獄でまた会おう。